はい、皆さんこんにちは、ミカミッツです。ダウンタウン熱血時代劇、ではミッションモードですね、続きをやっていきたいと思います。とりあえず30までクリアしたけど、そのままの勢いで31をやってしまったんですよね。超爆発、ビッグバングこそ究極の技だ、1回決めろということで、これはひるんだ時に上2回でまあ技が出せるんですけど、この芸人たちがね、なかなかね攻撃してこないんですよね。で、多分これ気力をね先に減らしといた方がいいと思われる。あいでー、気力があると多分うってならないような、なるんだかならないんだかちょっとわかんないけど、この芸人どもがこう間合いを見てるだけなんで、いつもとっとと攻撃してこいよとか思うんだけれども、荷車を引くのはねちょっと鬱陶しいから、さあ来い、攻撃してこい、おらおら、まあ、倒しても意味は、お、得点にはなる。あれ、もしやこいつは3匹しか出てこない。ただ、あ、出てくるか、なんだなんでジャンプしてったんだあいつは。俺を早く殴ってくれ。っていうか何なんだこれのコツとかあるのか。立ってるだけじゃどうにもならんしな。おっ、これだ、くらえ、あはは、今なこれ発動までにもちょっと時間かかるしな。どうだ、ここだ、くらえ、よし、もうめんどくさいなこれは。星1個だし、じゃあ次32、高速移動、これぞ忍者、チョコマカと素早い忍者を15人倒せ。下忍じゃなくなったのか。いや下忍だぞどう見ても。おお、早いような気がするけど弱、向かってくるからなそれを迎え撃てばいいだけじゃん。いて、めっちゃ来た、ただパワーはないな、一発で倒せるパンチで。あんまり攻撃はしてこないからな、いらない、オケは。おらおらか。こいつら当たりに来てるかな。タイミングさえ合わせれば楽勝だな。よーし、星は3つ。33。異国の鬼。魔法の世界から鬼が出てきて暴れている。追い返せ。いきなりちょっとわかんない方向に進んでったな、ミッションが。おお、鬼だ、マジで鬼だ、やばい、強い、一発でひるまない。ただそんなに強くなかった。あ、パワーがあるな。いや、ゴブリンなんだやってらんねえよとかまあ下忍がな、これくらい歯応えあればな、もう少しやりごたえもあるんだけど。来ていていていて、ゴブリンどっから出てきたんだ。魔法の世界ってなんだ、もはや設定がわからん。ジャイアントスイング、今まで敵じゃなかったね、ブスンとかよくわからない、こんなのも出てくるんだ。34、一つ積んでは岩の上に岩を乗せろ。マジか、ちょっとこれめんどくさそうだな。岩の上にどうやって岩を乗せるんだ。まずこれを持って投げんのかな、ここら辺。おお、乗った。これは間合いさえ覚えれば楽勝そうだな。次どうせ2つ乗せろとか言ってくるんでしょ、ほらでどうせ次ね3つまでねやると思う多分。ここら辺の前かな、なんかちょっとずれてるな、ここら辺の前かな。わあ、どうだ、もうこれ むずい。あ、こっから乗せりゃいいじゃん。なるほどね、ってことはこの間合いだ。よーし、なるほど。で次がどうせ3つでしょ、ほら岩の上に3つ乗せろって、多分これで終わると思うんだよね、岩を乗せる種類は。あれ、岩なくね、ただ。
ほい。あ、忍者が出てきた。ちょっと邪魔すんじゃねえぞ。あ、間違えちゃったよ。この邪魔だ、お前ら。これやって、なんて持つんだよ。よし、今のうちだ。今のうちに岩を積まなくては。やばい、ちょっと焦ってるぞ。で、これを待って、渡さん。ほい、渡さん。よしよしよし。うわあ、これは渡さん。よーし、まさか雑魚忍者が出てくるとは思わなかった。星2つか。これで終わりでしょう。よしよし、どうしてこうなった。ズルマッツが巨大化して街で暴れている。とりあえずおとなしくさせろ。これは面白そうだな。巨大、うわ、でかっ。ジャンプいったくらい。ちょっとアップにしよう。ほら、マッハキック。立ち上がりも早い。こんな石なんて効かねえだろ。ほら、くらい。おら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 。だから国王の技ってあと何なんだ。マッハキックともう一個なんかないのかな。ナッツシュート的なやつとか。運動会だとナッツシュートとかあんのに。意外に弱かった。戦わなきゃよかったって。初戦鶴松だったか。38番、赤い鬼退治。赤鬼が町に降りてきて暴れている。懲らしめてやれ。何、今回鬼が出てくんの。お前か、西村。西村なんだっけ、ゴンゾーだっけ、名前。時代劇だと。ためパンチはね、確かないはずなんだよな。借りてスペシャルになってると思うんだよ。やばい。おお、今、借りてスペシャルやってきたな。刀を投入するか。と思ったら持っちゃったよ、これ。くらい。強いな、やっぱり。そうな、気力が減るからな。倒れた時に刀で反撃するのがいいと思うんで。うへえ。あれ、名前が赤鬼になってる。西村の巨大版だったのに。モンスターではなかったっすね、さっきの青鬼と違って。青っていうか緑鬼か。今度が青い鬼退治。次は誰だ。これ沢口じゃん。沢口なんだ、名前わかんねえな。ん、ちょっと強い、さっきより強い。いて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 、やばいやばいやばい。まあ、お、立ち上がりも早いな。くらい。刀を投入。刀ってなんか技ないのかな。お、なんで今へばったんだ。刀を使いすぎたか。いや、武器は弱いから。武器って石ころね。結局は雑魚だったな。でも星は2つか。なかなかいいランクにならないな。さあ、鬼退治。赤鬼と青鬼。今度はダブルか。これダブルで来られるとね、きついんだよね。てか、なんでこいつら赤鬼と青鬼になったんだ。それがよくわからん。これはまあ、ハキックより全然パンチの方が強い。なんなんだろうな。これいらないってば、だから。いって。巨大な分だけあんまりちょこまかしてないから。ほら。よしよしよし。こいつももう倒せんな、すぐ。あ、あんた誰？俺は国政だ。ミッション40までクリアしたか。結構サクサクいってるな。半四郎の亡霊。半四郎が生きていた？透けてるし。なにこれ。透けてるし、浮かない顔をしている。成仏させてやれ。全部ひらがなだから読みづら。おお、こいつか。でも、所詮雑魚は雑魚だな。立ち上がりが遅い。立ち上がりが遅いと超弱え。ノーダメージだし。捨て頃バトル。
拳以外は減点だ。あーなるほどね。でももともと拳で戦ってるからな。あ、砂浜みたいなとこになってる。目標10匹、敵がいない。でも所詮また下人に戻ったな。雑魚は雑魚だ。ワンサカ集まったところで敵ではない。このパンチ2発で死ぬからな。やばい、これ投げたら減点。うお、減点した。あと3匹、あと2匹くらい。ガードしてくるとはチョコ材のやつだ。最後の1匹はどうか。なんか音がした。くらえ、くなんでここでこのバトルが始まったのかよくわかんない。今まで特殊な敵が相手だったのに。またかよ、15人ってことはもう1回続くか。これ続くと3回あるからな。とりあえず敵と出会わなければ。時間が惜しい。こうやってミッション数を水増ししてるんだな。やばいやばいやばい。もういいや、投げちゃおう。うわぁ、すげえ点数減るな、これ。パンチ以外のことをすると。あと9匹。これは多分評価低そうだなぁ。ないと思ったら、やられた。あと5。まあ、こんだけワンサが出てくれれば。くらえ。さあ、あと1匹。あと1匹なんか絶対こっちから出てくんな。降りてこい。俺が成敗してくれる。くらえ。なぜ降りる。よーし。次はそうすると20匹か。もっと捨て頃バトル。ほらね。もうワンパターンだな。ミッション数、実際これ3つを1つと考えると、3分の1くらいじゃないか。まあ、国を組んでな、そうミッションって言っても、戦うこと以外ないからな。戦い方法を変えるしか、作りようがないからな。しょうがないといえばしょうがない。さあ、あと15。さっさと出てこい。出てきたか。下人ども一体何体倒してんだ俺。出てきてはやられ、出てきてはやられ。下人も大変だな。誰に雇われてんだか知んないけど、大体忍者ってこんなわんさか出てくるもんじゃないだろう。忍ぶものだからな。これはパンチが当たるか。当たった。くらえ。結局は数が多くなって時間との勝負も。あれ、なんでパンチが当たんないんだ。よしよしよし。時間が厳しくな、わあ、もうしょうがない。時間が厳しくなってくるからな。あと4匹。3匹。どこだ、いた。よし、これは2人同時に倒したい。ほらほら、ラスト1。うわ、大丈夫かこれ。なんかめっちゃ砂に埋もれたんだけど。砂に埋もれて死ぬとかいうのは勘弁してほしいからな。45。お、偽力五郎。偽力五郎が現れた。力五郎は2人もいらない。懲らしめてやれ。まあ力五郎が力五郎と戦うんだったらいいけど、偽って言ってもな、所詮はオリジナルと大して変わんないからな。弱っ。戦いたくはなかったが、なぜ現れた。では歯応えがないな。またか。今度は2人どころじゃない、全員倒せ。マジか、力五郎が雑魚的化してきたな。所詮雑魚は雑魚だ。ただお前は雑魚的がふさわしい。弱っ。
マッハパンチを使わせるまでもない。もっと偽力ゴロ。ほんとこれ3回続くな。今度5体くらいか、そうすると。ほら、ただ俺の普通のパンチの前ではお前らのマッハパンチなんか飛んできた。ほらほらほら、まとめて倒してやる。お前で最後だ。下忍とそう変わらない。力五郎の強さが。国音な鶴松が一番強かったっすね。お、虎蔵の子分たち。今度はなんだこれ、流されるのか。ちょっと入ってみよう。おお、なんだこいつら、いきなり変わったぞ敵が。くらい。よ、こいつ強え。こいつら誰なんだ、なんかモチーフのやついるのか。ちょっと見たところよくわかんない。万兵衛って誰だ。助太郎、これ誰。今幻影、あ、一条だ。一条、左のやつ一条だ。一条など雑魚だ。これ誰だ、見たことあるな。左のやつに、こいつも見たことあるな。虎蔵親分いて、結構ワンサが出てくるな。こういうくらいの歯応えが欲しいよな。せめてまだ来るか、終わってないってことは。こいつ誰だ、これ幻影だな。今立ってるやつ、このちょっとデコが広いやつがわからない。お、同時に死んでった。さあ次、49。今度は雷蔵の子分たちか。全滅させろ。雷蔵とか虎蔵とか全然わからん。場所は一緒。うわ、忍者かよ。結局下忍じゃねこれ。ちょっと強いから中忍か。顔は一緒だと思うんだけど。いいてー、顔違うし微妙に。なんだこいつら、なんか単に忍者の格好をした雑魚キャラだと思うんだけど。ワンサが出てくんな。よしよしよし、陸丸ってこうなんか挟まれるとめんどくさいからな。まとめてぶっ倒したい。くよない。よし、こいつで最後か。星助、もう次で半分か。ミッション50。また子分たちかよ。梅三郎とか誰なんだ。全然わかんない。ストーリーをやってないから全くわからん。しかし子分たちなど俺の前では敵ではない。いてー、逃げるべきだったな。そうだな、お前は道を間違えたんだ。虎次郎一家に着くんじゃなかった。あ、一条だ。なんでまた出てくんだ一条。何これ、使い回し。もしやお前らみんな寝返ってんのか。いろんな軍に。模索、これあれだ、工事か。そうだな、多分そうだ。こっちの方が点数が入るか。どっちだ、またハゲ出てきた。ハゲ、幻影が出てくんだ。やっぱり幻影で終わりだっけ。よーし、ちょうど1分か。はい、というところで、まあナンバー50ちょうどキリがいいところなので、今回のミッションモードはこれで終了したいと思います。まあなんか子分たちとかまたちょっと簡単な感じになってきたけど、次回ですね、残り半分、まあどれだけかかるかわからないけどやっていこうと思いますので、今回はこれで終了します。